はいどうも長浜でですす、えー、今日はですねあの、まあ、長浜式のパンチの打ち方についての話ですね。えー、と今見てもらっているのがあ、まあ、長岡にです、ね、パンチの練習をさせているものですね、えー、テニスボールを持たせて、えー、パンチを打つ練習をさせていますでテニスボールの握りは人差し指、えー、親指で握り、えー、また中指をこうちょっと添えるようにです、ね、握らせる感じですね。 でこうすることによって運動量はですね、えー、頭骨を伝ってまた肩甲骨に伝達され、まあ、それがですね、股関節を通じて床を強く踏むというふうになっていますで野球とかやったことある方わかると思うんですけどもボール投げるときって、えー、こういうふうに握るんですよね人差し指と親指と中指で,でこういうふうに握ることによって、えー、自然とですね、前鋸筋が効いて強く腕をスイングすることができます でただ、ですねこう、僕の観察する範囲だと、まあ、薬指と小指で握る人が多いですね、まあ、こう握るとですね、上腕二頭筋が効いちゃって、えーまあ、引くようなパンチになってしまうんですよね中指、えー、人差し指、親指で握ると押すパンチができるんですけども前、えー、小指、薬指だとこう引くようなパンチになってしまいますね、まあ、スイングを見れば分かります 握力を鍛える時のハンドグリッパーっていうんですかねあれも小指薬指で握る人多いですねあれを親指と人し指でこうなんていうのかな握りつぶすみたいな感じ親指と人さし指で潰すみたいなイメージですねでつまんで潰すっていうんですかねあのペンチを握る時な感じで、えー、握るといいですねでここから僕の仮説なんですけどもこのまあ 根本的な人種のフィジカルが文化に、まあ、栄養影響を与えているんじゃないかという、まあ、長浜説なんですが、えー、欧米の文化はナイフとフォークですよねでナイフとフォークを持つときの動作をですねちょっと想像してほしいんですけどあれ完全に前軌筋効かせてるんですよね前軌筋を効かせて押してナイフナイフで、えー、フォークで押さえつけてナイフで押し切るような感じですよね一方、日本の食文化ってどうなってるかっていうとお,お箸なんですよね 手の甲が上を向くんではなくて下を向くような形、まあ、これは上腕に時っは使いやすくてですね、えーまあ、小指とか薬指が動かしやすいんじゃないかなという気がするんですよね、であと他にもノコギリの文化ですよね、ノコギリも引き切るのが日本で押し切るのが海外なんですよ、これ使ってみたら分かると思います、海外のと押し切るようなのが前提の手の持ち方ですね。あのなんていうの グリップする部分が押し切るの前提に作られてたりするんですよね、これもやっぱりこうフィジカル、体のこう構造的な違いが、道具の違いにも影響を与えているんじゃないかと思うんですよね、あとまあ海外の武器、ですねハンマーとか多いですよね、あれ叩きつける武器、あれはやっぱ前虚筋が効いてて、前に手を押すのが得意だからですよね、で一方、日本はこう日本刀とかですね、引いて切るのが得意なんですよね、まあ、上腕二刀筋でえ引っ張るみたいな感じですね。 そういうのは得意なので、まあ、日本刀という感じでなるんじゃないかなという気がするんですが、まあ、要するにです、ね、このフィジカルがあ細かい文化にもです、ね、強い影響を持っているということですね。出したらこう思想とかです、ね、日本人とか外国人の思想にすら影響を与えているんじゃないかなという気がしますでパンチの打ち方に関してなんですけどもこれは僕いちいち作る必要はないと思っているんですよね。ま ボールって投げ,れ,投げれますよね、えー、投げ方わかんないなん人いないと思うんですよね、まあ、生まれた頃から覚えた投げ方があると思うんですよね、物心ついた頃から物って投げれるんですよ、その動作を応用していきます、えー、そこから無駄を省いていくって感じですね。 この腰を回してとか,あなんかガードの位置はとかじゃなくてそういうとこ形から入るんじゃなくてでもともと持ってるものから削っていく位置から作っていくんじゃなくてあるものから削っていくって感じですね僕はこういう考えでボクシングを考えてるんですがボクシングというか、まあ、あらゆるものはこういうふうに考えてますね1、えー、つずつ積み重ねて上に積み上げていくんじゃなくてもともとあるものから無駄を削ぎ落として削っていくこういうふうに考えてますだから僕の えー、ディフェンスの考え方とかもそうなってますね反射を生かすとかっていうことですねでまたですね人間って人類はあー物を投げてです、ね、他の種族を圧倒してるわけですよ他、えーまあの動物って基本的に下から物を投げるんですよねそれからを投げられないですね物を人間は物を掴んで上から投げることによって、えー、強く投げられるようになってますね 本当に、えー、物を投げる、遠くへ物を早く強く投げることに合理化されてますの、ね、でそれで、まあ、槍とかです、ね、石を投げてです、ね、他の大型動物を圧倒してきているわけなんですよね、まあ、要するに、まあ、人間の体自体がですね、運動自体が物を投げることです二足歩行で物を投げることに合理化された体を教えるだから構造的にですよ、大胸筋とか広、えー、背筋の配置が。あ その腕をスイングしたときに腕がねじれるような構造になっているのもおそらく、まあ、あの投擲物にジャイロ回転をかけて遠くに飛ばしたいからじゃないかと思うんですよね、そういうふうになっているという,ふうに考えられるわけですよ、だからあいちいち作るのではなくてです、ね、パンチという動作をいちいち鏡の前で作るのではなくてもともと持っているもの、ね、を投げる、いう強くものを投げる動作を応用してです、ね、パンチにしていく、まあ、こういう考え方が大事じゃないかなという,ふうに僕は思っています。 でこのもともとあるものを使うもともと備えられている能力を使うっていうのは、まあ、フローっていう考え方にもつながっていくんですよね考えて一から作っていくのではなくてもともとあるものを引き出していくでその流れに身を任せるってことですねこれはあのフローの考え方になってますねこのかかフローの考え方をもとに僕のこの世界観を構築されてるっていうことですね でこの投擲動作のようにです、ね、物心ついた頃からもうすでにできるという動作をボクシングを応用するわけですからつまりです、ね、ある意味では生まれた頃からどんなボクシングをやるかが決まっていたとも言えるわけですよね皆さんも生まれつき好きなものって何かあると思うんですよねなぜか好きなものなぜかそれが好きとか女性のタイプとかもそうですよね男性のタイプでもいいし。 自分が絶対これ好きみたいなやつあるじゃないですかそれってでも好きな理由ってないわけですよねただ好きなんですよそこって因果関係がないんですよねただただ好きなんですよねでその因果関係を埋めるために神が必要になるってことですね神にお前はこれを突き詰めろというふうに、まあ、あ役割を与えられていると人間は解釈してしまうってことですね人間の認識が原因と結果で、えー、なっているからってことですねあくまでもそういう意味で僕は神を定義してます まあこれは現実にそうかじゃないですよ、実際にそうかではなくて、人の認識として原因と結果という因果関係のみで世界を認識しようとする人が導く結論がそうなってしまうということであって、別にそこに本当の意味はないですね、僕が生まれてきた意味は本当はないんだけども、も僕の意識、認識は僕が生まれてきた理由を まあ定義しようととすするってことですね。多分それはみんなそうなんですよね、人間の認識がそうなっているから、因果が原因と結果で物事を認識して解釈しようとする、まあ、人間の性質として、まあ、そうなってしまうという意味での、あのー、話です、えー。もともとある、もともと備えられている動きを応用してボクシングを作るということは、つまりですね、何かこのボクシングがもともと与えられていたという錯覚に陥るわけですよね。 まあ人間の認識として得体の知れない何か、まあ、いわゆる神という存在に、えー、まあ方向性を最初から与えられていたというふうにまあ認識してしまうわけですよね現実にそうかという話じゃないです、よ。人の認識として、人の因果関係の認識のシステムとしてそうなってしまうということで,でこういうふうに考えるとボクシングってすごく楽しいと思うんですね。自分に与えられた意味は何かってことこですよね。 もともと投げる動作を覚えていて知っていてそれを応用してボクシングを作った先に何があるのかというのはこの結論、結末が、まあ、自分がボクシングをやる意味であったりとかあー生まれてきた意味であるわけですよね最初からそれはもうそうなってしまっているというふうに認識してしまうからですねこれがやっぱ僕はあすごく、ね、あの人生を豊かにする考え方じゃないかなと思いますね。 ある意味自然発生的に神が定義されていくということですね、人間の認識の話ですかね、これあの勘違いしないでほしいんですけど、僕、スピててるわけでもなくてスピリチュアルな話をしてるんじゃなくて、人間の因果関係の認識のが発見した規則性が神だということですね、っていう話ですおそらく神の発生源ってこういうとこじゃないかなというふうに思いますえと誤解の内容にもう少し、えー、認識の話を掘り下げると、ですね、えーまあ、二人類の発生というのは、因果関係を突き詰めていくと、宇宙の発生に、 行き着くわけですよさらにその宇宙の発生っていうのはその前が要求されるわけですよね。それは本当にそうだったかじゃないです本当に宇宙が何かから生まれたかどうかではなくて人間の認識の、えー、原理として宇宙の前は何だったのじゃあその前の前は、その前の前は、その前の前の前は何っていうふうになってしまうんですね。これは認識の まあ、パラドクスとといいいうかか矛盾じゃないかなと思いますね、えー、原因がどうしても必要になる人間の認識は因果関係なので、えー、いきなり生まれたとかです、ね、突然、えー、発生したとかもう最初からそこにあったみたいな認識が難しいわけですというかそれは理解できない人の認識として人、えー、の認識の原理に反するのでそもそもどういうことかわからない最初からあったってどういうことみたいなことですよね この認識の矛盾を解決する概念が神ってことですねえ、前の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 前はっていうふうに堂々巡りが終わらないので、もう神を定義して、神様が作りましたというふうに定義するしかないよねっていうことがおそ、まあ、らくこう神の発生源なんですよね。 人間の認識が行き着く先って言えば神だと思うわけです、よ。僕ははね、人間の認識が行き着く先は神で、それは数学のゼロとほぼ同じ概念、ですよねゼロがあるから1があると一緒で、神がいるから宇宙があるということですね、こういうふうな認識にたどり着くんじゃないかなっていうのが僕の考えで、神は存在するかどうかは人間には分からないんですが、そういうものを定義しないと話が進まないということですね。それと 生まれた意味なんてもないんだけども神を定義したくなるってことですね神によって自分は人生に意味を与えられているというふうに考えたくなるのが人の認識っていう話別に僕がスピ,ッテルとかスピリチュアル的にこういう話をしているってわけじゃないことをまあ理解してほしいなと思いますまあ結論ですね自分に与えられた神から与えられた意味は何か自分が生きている意味は何かっていうことを探求するのがすごく楽しいってことですよね 自分が好きなものとか好きな人とか好きな考え価値観って何で好きなのっていうことは説明できないからですねもう神に与えられたとしか言えないだとしたらですよ神に与えられてるんだからもうそこは突き詰めていくしかないと僕は思うわけですよ誰かに言われたからじゃなくていやもうこれはもう俺の人生の役割だからこれはもう全うしないといけないと こういうふうに考えて一人一人が動くことが僕はまあ社会全体のですね利益になるんじゃないかなというふうに思ってますこれがですねまあ社会に宗教とか思想が求められてきた理由ですよね生きる意味を人類は人類の認識では定義できないので神というものが必要になるとその神を定義したのがまあ聖書であるとかいうことですね